世界記録リバウンド。さあセカンドフロール、ボビーから前に出てガンガン触りに行くのがスタートなんですよ。対してアサルトで、アイリンさん、ここは時間切れ。じゃあお互い立ち前に戻って、ダッシュカードを掴んでいく。IC というのはガードして、さあお互いに遠距離立ち前に戻っていく。クールが A、相手のレープを潰していく。ここからさすがしと今回結構みんな減るのでイメージを吐いて V ガード相手のゲージも剥がしていく。ボーパルが消えてしまった。アサルのジャンプが今回裏にもしっかり当たる。足側で相手の距離を詰めたが位置を入れ替えられてしまう。クールが刺さってしっかり逆側でも落ち着いてコンボを決めていく。さあクールが途中ガードしましたので、クールが不能で、これはクールだから壊して、さあまずは時間切りが敗者復活、天国への扉を開いた。おめでとうございます。ステイはやはりハメなので、さあどうなるか。確かにこのリンダのカラー可愛いね。大体距離取る。あ、結構だ。ああ、しかしインテリジェンスキック。これなら時間稼げますね。そうですね。ねえねえ、重ねて。シールドをこう1、2段目に取って、重ねて重ねて投げは抜ける。クーガ？まあまあまあクーガ。ああ、裏タク。これが強いリンね。画面端で追い詰められて。ジェーシー。まあこれ裏になることは多分ない。裏行ったけど。バジャン。ねえ。ねえ。あ、あなた。なったわね。あ、ちょっとミスったけど。ミスったけど。なったあなた。今。じゃあ負けないのに。やべ。あの設置がどうにもならない。いや、投げグラ入れてるよ。3番じゃなくて投げグラ超怖え。もう何でもやってくるやん。ハイパー安いコンボいたけど、まあ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 。あ、マジか。こういうのができるんですね。いや後ろやん。あー状況が悪い。できるんかい。できないらしい。まあ今のはね、わかんないな俺。ああ、わあ、ダッシュからアサルト JC 一発。おい、これはご挨拶代わり？いや、もう挨拶は済んでるだろう。私来て、交流。表か！え、JC？ 無人？ゲン？これはヒットしなかった。まず JC？ 連携か？ゲン、もう一発？ゲン、ニエツ？無人？ゲン！ DC でスコット！無人しかカウンターヒット！ゲン！足りるか？からボーバルは？これはカンナギでいい。カンナギか。剣を仰が。カンナギ。足りる。でいく。これが。リンネちゃんは負けない。これが時間切れリンネちゃん。面倒なのこの風の流れ。やる気なのね。ファーストフローズ。ディバイド。勝てや。走れ。勝てや。今勝てを買うじゃん。
さあセカンドグローブディバイド、いや非常に見応えのある熱い試合、きちんと相手の反抗が入り込みに割り込んでいく、暴れ潰しからボンボを決めて画面端まで運送していくのはダミアのリンネ、そして完全に5ダメージ、ライダーメージを叩き出して CS 剣ももらっていく、 2A 2A から固めて相手を投げて 2A を詰めてもう一度ボンボを決めて防空がワン、そうですね、きちんと倒しきる、そうですね、ラウンド負けていたのでゲージを必ず入って倒しきる、これがやっぱ熱いですね、サブクローズ、まあ、これで刺さった方がもう1ラウンド目取る、さあこれで開幕から倒していくのは下に入れのリンデ、ワンコンボ決めて画面端まで運んでいく、きちんとゲージを入って痛いダメージを叩き出し、これで昇竜拳を使って相手からダメージを受けて、一投が漏れてしまった、護衛を食らってしまう、画面端が続くぞ、入れ替えて、なるほど、もう拾える、ダッシュ C からセーフオンダー、継続できず、テストやシステムきちんと NA の暴れが持って、ゲージが 200% あるリンネは怖い、そうですね、はい、取っていったのは時間切れのパスのリンネ、前に来たか、まあね、読み合いですわな、強いね、まあ今の挨拶みたいなもんだから、君今日はできるんかいみたいな、そういうあれだから、できるよって返しておいた、君はできるんかい、できないらしい、 OK、 立ってる、この男立ってる、怖っ、何を狙っていたんだ、投げた、素直、ミジカルメルカバちゃんキックが来るかと思った、へえ、いやー、そのためにフレーム消費して護衛で重ねたのに、ちょっと欲だせ、これは困る、しかもボパルケまで向こうに行ってる、いや持続がさ、ちょっとでもダメージが欲しい、限定コンボで難しいけどやっていく、画面端の BKNC 空間は出かけらにしか入らないので、しかもなんか頑張りたい、ちょっと 6C を置いたつもりだったけど相手の護衛に潰された、うん、取り切れる、わあ、バックステ2回でかわそうと思ったのに、まずい、うわーマジか、このビースカビーちゃんとやってるというか、そうか、普通にキャンセル波動でできるからあんまり関係ないのか、あー大きい攻めが始まっちゃう、困るね、潜在一具のチャンス来る、
やったはい、まさか前提が取るとはちょっと思わなかった。このタイミングがさすがに残すぎて暴れられるか、まあせいぜいガードカップ言おうかなってちょっと思ったけど5番打っちゃった、打っちゃったけど当たった。2日から 2B とかぐらいは振らせてほしい。 2B じゃない西なんだけど 2B 届かないからね。危ない、はい、危ねえ、間に合った。今のは神判断だった。いやマジでコンボできん、どうしよう。これコビエリやるでしょ。こぼえちゃったみたいな感じだ。いやーマジで J6P 置いたけどダメだった。最速登りだったんだけどな。ファジーガードできる、しかもシールドしてる。え、嘘、あれもしかしてファジーのボリジャンプとかできるの。まあでも確かに下段であればそうかもしれん。まずいねこれね、かなりやばい。こいつ絶対マグネやんとか思ってるや。いやこれ次の置き攻めに回した方が良かったんではないか。やったーもう3すくみみたいな。せっかくなんかグラップを覚えたのにさらにそれを潰したくがある、困っちゃう。あできる、安いコンボで終わらない。はい、ダメです。でも、アクセしたせいで、グリッドが相手に行っちゃった。いや、あるね。今の、相手の立ち位に負けんじゃね？いやー、マジか。もうちょっと遅らせればワンチャンあったかな。おー、偉い。発生早すぎなんだよな、あんた飛びよ。あぶね。いい。やっちゃったね。バックステしちゃったね。ハイドのバックステ最強だけど。いやー結構ガードコンチク長いね。ダッシュするだろうということで 2A で置いたけど普通にガードコンチクだった。アバル通しになっちゃってる。まあ2ヒットだからな、割れるんじゃねえの。え、コパグラ、まあ 3C でバックステ釣れるからね。ダメか、こいつは痛えぞ。いやーバックステがもうちょっと早ければダッシュ C が差し返しになりましたね。セカンドクローンズディバイド、こっちはサイト
受けることも叶わない神をもなぶ真なる刀カンナギホムラ一閃